ておりますので、はいはいはい、だったりとかね、読ませてください。はい、はいはい、ペンネーム千鳥おばさん。お、千鳥おばさん、はいはいはい、の番組楽しく拝見しております。ありがとうございます。寺田さんのプレゼントで、はい、男はつらいよ、寅さんの赤い星が当たりました。あ、よかった、おめでとう。よかった、応募してくれて助かりました。毎日使って、ご飯がより美味しくなりました。ありがとうございます。喜んでいただけたら嬉しいです。いや、いいですね。ということで、こちらで一句。はい、妹さくらで、うんうん、お兄ちゃん、うん、聞こえてきそう、箸光る、うん、お兄ちゃんって言葉が聞こえてくる。お兄ちゃん、うん、ね、なるほど。さくら、ね、あんま似てない。似てないけど、ね、なるほど、はい、うまい。ということでいただきました、はい、ありがとうございます。続きましてペンネームおっさんまたぼ卒業しました。お、はいはい、おっさん、はい、皆さんこんにちは。メッセージ紹介していただきありがとうございます、はい、今回大川総裁プレゼントの輪島塗りのお箸に応募します。お、以前富山県に本社がある会社に勤めていて、元同僚に被害はなかったものの、はい、富山出張の時に能登半島一周したので、地震で一変した景色を見て、はい、心を痛めています、はいはい、今月配信の古物オークションがとても面白かったですと。怪しい中国通販や、はい、ラッキーパッケージの時と同じく開封動画が面白いです。はい、ありがとうございます。ワクワクと楽しみと嫌な予感。総裁のお散歩コースは企画外に面白いですね。バンブーパームがあったり、天眼カフェがあったり、次は何を発見するのか楽しみです。次、いや、発見じゃないですからね、あのオークションは寄ってくるんですもんね。ていうか呼ばれたんですよ。覗いてたら始まるよって言われて、ほい、びっくりしましたよ、いきなり。犬も歩けば棒に当たるっていう、なんかことわざ通り、なんか総裁が行くところ何かしらがありますよね。いや、だって動物がいると思わないですから、畑のど真ん中で。本当ですよね、不思議ですよね。破天荒の動物見たことない。アザラシがいると思わないじゃん。あんないっぱい種類がいると、タカがいると思わないじゃん。思わない。あんなところにね、フクロウがいっぱいいたもんな。フクロウがいたりとか、びっくりしましたよ。続きまして、はい、ペンネームアムリタさん、はい、総裁プレゼントのサコシュとアバシリ韓国キャンディが届きました。お、どうだった？で、ゴールデンウィークの外出時に早速使わせていただきました、はい、ファイターズとアバシリ刑務所のコラボデザインでとってもいいです。これおそらく、あの、各選手によって違うんですよ。これ一品物なんですよ、うんうん、で、多分選手カラーがあると思うので調べていただけると。もう選手によってカラーが違うみたいですよ。あの、なんかそういうのぼりっていうんですかね、うんうん、あの球場に貼ってあるそれを、あの、再利用してるので、どこの部分使うかであったりとか、そうです、人によって、そうです、その選手によって違うらしいので、うん、はい。でもだから丈夫って言ってましたよね、前回もね。あ、そうです、うん、なので多分あのファイターズファンの人が見れば、うんうん、これは誰々選手のサコッシュで、なんか分かる、分かるんですか。分かる、多分分かると思います。あ、そうなんだ、はい。網走韓国キャンディ6個のうち1個が超激辛唐辛子味と、はい、そうなんです、だから知りたいんです、うん、言ってたんですよね、はい、で、家族で順番に食べていきました。ああ、が、あ、なぜか全ていちご味でした。全然罰ゲームでもなんでもないじゃないですか、みんな美味しいんでしょ、これ。いや、ちょっと待ってくださいよ、だって俺買う時に、うん、いや、1個ね、激辛でこれで盛り上がるんですよって言って買ったんですよ、うん、言われて、全部美味しかったの、うん、美味しい、いちご味だね、これは優しさなのでしょうか。いや、それは入れ忘れたんだ。なんだよ、なんでそれ、ダメでしょ、入れ忘れた、ダメだよ、それ。久々にみんなでドキドキ感を楽しめました、ありがとうございました。楽しいんだろ、ちょっと待ってくれ、ただの美味しいもの食べただけじゃないの。ゲーム性があるから俺買ったんだよ。みんなで盛り上がるように買ったのに。だからまた数ある中でそういう間違って入れてないやつを引いちゃう総裁の。そんなことありえないっすよ。こちらがその全部いちご味だったキャンディ。おかしいよ、おかしい。なんだよそれ。だってほら、なんかこれ見てください、韓国キャンディって書いて、一粒だけ激辛キャンディって書いてあるでしょ。うん、これ全部美味しいんだったらね、まずいっすよね。こういう色で激辛だったってことじゃない？どれかがで気がつかない人がいたとか。いや、激辛だったら気づきますよね。そうですよ、味覚はあるでしょう。子供ですよ、しかも子供が食べてるんですから、それは分かりますよ。いや、何とも思わなかったとか。そんな無神経な、分かるでしょう。激辛じゃないですよ、それじゃ。激辛じゃんやん。もう一回買う機会あったら買ってきてくださいよ。また網走行かなきゃいけないのか。網走か、そうか、遠いのか。
機会あったら買ってきてここで試してくださいよ、総裁。では、総裁、今月のプレゼントは？はい、インディーの現場で話せなかったフェアがございまして。はいはいはい。なフェア行ってるんですね。いやいや行ってるけど呼ばれてるんだよ。あすごいね。重複連携で。はい。一つにつき5分か10分でまとめていただかないと多分話が。そう。いやでもいろいろあるのよ本当に。別のフェスがありまして、うん、そこでトゥッティフォルテさんの着物を使ったエコバッグがあったんですね。はいはいはい、でそこで販売してたんですけど。はいはいはい、それもおかげさまで完売してしまいまして。おお、すごい。はい。ですので、まあこれはコースターが、はい、なんとか持ってましたので、うん、このコースターとその着物を使ったエコバッグ をセットで1名様にプレゼント。1名様。はい。ね、最近そのお着物、昔のやつのお着物を買われる外国の方とかも多かったりして、はい、すごい今人気なんですよね。そうなんです、着物自体が例えば振り袖があって着物になってで、どんどんね、使えなくてなんか布団、あ、座布団カバーかとかシーツカバーになったり布団カバーになったりとかで、それさえも使えなくなったら初めてここで破かれて先折りっていうのが、うん、すごい日本のいいリサイクルシステムなんですよ、うん、今知ってますか、そのファストファッションの古着がアフリカに参拝物として言ってるのって知ってます？よく古着をプレゼントしましょうってあるじゃないですか。ありますね。あれが逆に環境破壊になってるんですよ今。そうですか。あれ良かれと思ってみんなやってるのに。本当ですよね。はい。ゴミなんですか。もうだからもうゴミどころじゃなくてもっとその中その、集積場所とかがもう環境破壊につながったりとか。ワクチンになってるとかみたいな感じで言ってたりする。いやもう処分するところがなくて。そうなんすか。だから古着だからみんな送るでしょ、うんうんうん、そこの国の繊維産業潰してるんです。あ、逆に雇用減らす。で、いまだにだってもうこんなに 山みたいになってるらしいですよ本当に。全然だから良かれと思ってやってることがダメってことですよね。可能性があります。そこがもう見えてないですけど、正しいのか正しくないのかが私たちに伝わってこないとどうしてあげられることもできないから。そうでしょ、うん、だからそういう状況なんですよ実を言うと、うん、だから日本のそういう本当に最後の最後までちゃんと使い倒すっていうのがあるので、それも言いながらこう世界に発信しながらこうね、はい、それだから着物もなんか今みんな前はそういうふうに先寄りまでやってたんですけど、それができなくなっちゃってるんでみんな分かんない、知らないですよね。あ、着物で座布団とか作んないですよね今。そうですね、作んない、うん、ね、なんか掛け布団のカバーにするとか、うん、してない。おばあちゃんがやったかなぐらい。そう、うん、それがもう今なくなっちゃってるんで、うん、なのでティーフォルテさんで、まあ、そういう風に受け取ってで最後こうちゃんとやるんですか、はい、エコバッグにしたりとか、はい、先折りにしたりとか。でもだから着物のバッグだったら使いたい人多いと思うんですよね、うん、はい、うん、だからもうエコバッグというとこんな薄くなってるんで畳めるんで便利だと思います、うん、はい、じゃあ、エコバッグとコースターと、はい、セットで、セットで、はい、1名様、1名様プレゼントさせて、はい、ここに写真があってますよ皆さん、はい、ここに写真があってます。はい、詳細はね、はい、書かせていただきます、はい、そちらご覧になってください。はい、はい、はい、ということで今月は以上となりますが、はい、はい、いやー、びっくりしましたね。あのパワフルぶりは、いや、本当にアイドルじゃないですよね。ああ、はい、もう澤田さん、はい、ね、あれだけその生まれてすぐからずーっと62年間芸能界にいるっていうのもすごいですね。いや、62年間芸能活動してる人ってなかなかいないんじゃないですかね。いない62年すごいよな、経歴ずっと走り回ってますね、あの人ね。すごいですね、パワフルです。いや、私お二人のことを年齢よりお元気だといつも思ってますけど、すっごい元気でした。でしょ、うん、健康そうですもんね、うん、はい、全国飛び回ってるのは勝てませんよそりゃ、うん、毎週土日に歌って、はい、ね、移動して帰ってきて、ワゴン車で、すごいよな。一人で運転して帰ってきましたよ。いや、尋常じゃないですよ。尋常じゃない、本当に。本当楽しそうでした。
楽しそう、うん、もっと歌聞きたいっしょ、でも聞きたい、聞きたい、本当に聞きたい、うん、いや歌がうまい、やっぱ歌詞は違う、すごい才能ですね、あの人は、うん、いや、本当ですよ、うん、いや、でもなんか新しい感じでいろいろお話伺えて楽しかったです。芸人を呼んだ時と明らかに違いましたねいやいやいや、それはそれで問題発言ですよお願いしますよ。ね、本当の笑顔が違うもんな、ルンルンしちゃっててね、レコード出したりして、昔なんかあったんじゃないかなと思ってさ、流れでしたよな、2人で写真撮る時もなんかこんなんだってよく言っちゃうもんね、全然普段と違うなと思って、私たち写真撮る時と違うの、全然違う何にもありませんから。あ、そうですか、はい、あ、でもファンですよね、そうそうそう、昔からのね、はい、はい、ということで今月は以上となります、はい、皆様ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、来月の配信もお楽しみに、はい、ということでこの番組は大川工業大チャンネルの会員の皆様の提供でお送りさせていただきました、ありがとうございました。